とみゆのいもいもイナフ。いもいな事件簿。勝手にタイトルコール作った。びっくりした今ちょっと。と思って。ぽいでしょ。ぽい。はい、ということで今回これなんか定期的にやっていこう。うん、2人のなんか事件、ね、最近あったこと、まあ昔のことでもいいけど事件簿、うんうん。最近なんかあったみたいですね。あってん。はい。あのね、おじいちゃんが、うん、事故ってん。え？そうやね。例のボブ G？ 例のボブ G が。うん。そう、なんと車椅子に乗ってるところを。はい。あのね、まずうちのおじいちゃん、うんうん、まあ、前知識として言うと、うん、車椅子を、うん、軽自動車ぐらいやと思ってるんやんか電動やねん、うん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 、全電動やから、うんうん、なんか結構あの手首のスナップで、うん、割と速い、うんうん、なんか速度で車椅子走るわけよ、うんうん、けでも結構なんかちょっとループっぽい感じ、ループっぽい感じ、うんうん、なんかもう縦列駐車とかも全然できるし、わーすごい、そう、うんうん、でなんか車みたいに行くんやけど、うんうん、それでこの間かな、うん、なんかそ家の近くをその車椅子で走りまくってたら、うん、なんか横から車がバーンって来て、で倒れたらしいの、うんうんうん、でなんか近くに保育園があって、うん、その保育園のなんか迎えに来てたお母さん、うんうんうん、2人が助けてくれたらしいんだけど、うんうん、っていう事件がありまして、それは大丈夫だったの？結局無傷、うん、あ、無傷、強い老人なのに、さすがボブジー。でも跳ねられた車がな、うん、介護者やってんから介護者ボブジーの介護をしてる人、違う全然違う、介護の車やねんけど、まあでも、まあ、ボブジーも悪い、一時停止してなかったから、そう悪いと思うし、結構やんちゃ運転してた、ね、やんちゃ運転してた、向こうもまあ見てなかったですみたいな感じで、うんうん、後日もちろん菓子折り持って、うん、なんか上司の人となんか真摯に ね謝りに来てたけど、座ってるわけだからね、低いもんね、そう車椅子は、あ、でもかわいそう、ね、かわいそうに、介護者の無傷、奇跡の無傷奇跡の無傷やからかった、そう笑い話にできるけど、その介護者って聞いてめっちゃ笑って、介護されなあかんのに、ね、ね、それに跳ねられてどうすんねん、元も子もないね、そうっていう事件がありました、ね、それは大事件じゃん、そう、うん、しかも結構さ、病気でなんかちょっと病気、うんうん、そう、癌やから外出たらあかんみたいな、うん、あ、そうなの、そうっていう言いつけを破って、めちゃめちゃ出てるね、そうやんちゃやねん、うんうん、そうやんちゃです、ボブジーさ、うん、結構破天荒だよね破天荒めちゃくちゃ破天荒、結構あるよ、びっくりしたことある、うん、何例えば、うん、昔、まあよくミウの家に泊まりに行ったら、そう思ったりしてて、うんうんうん、で、テリーさん。ああ、いるね。そう、はいはいはい、なんか、こう、白いね、シュナウザーっぽい、うん、雑種だけど、まあ、うん、シュナウザーっぽい見た目のね、うんうん、そう、雑種の、まあ、ワンちゃんがいて、まあ、真っ白の毛でね、うんうんうん。で、なんか、テリーさんがさ、うん、あの、お風呂場から出てくるたびに血だらけなんだよね。あった。うん、それが結構衝撃的で、うん、あれやね、爪切ったら血出ちゃったみたいな、爪なんだ、爪か、そう、なんかトリミングをボブジーがそう風呂場でチョキチョキやってるみたいなので、そうで、なんか血だらけになって出てきてみたいな、みたいな、結構、大丈夫、犬飼うのってこんな感じなの、結構衝撃だった、確かにあった、うん、あったわ、まあでも健康でよかったです、そんなことがあっても無傷で、うん、ありますか最近、あ、それで言うと、うん、私は大ごけしました、え、大ごけ、結構1ヶ月以上前かな、うん、どこで、道で、道で、何にもない道、平坦な道、でもね、何にもない道だと思ってたんだけど、うん、あのそれがあの、まあ、状況で言うと、うん、まあちょっとなんかお酒を飲んでてね、うん、まあ、なんか友達のホームパーティーに行ってて、お酒を飲んでて、うん、そこでじゃあ2軒目行こうってなって、私の違う友達がやってるバーに行こうとしたのね、うんうんうん、でそこのでタクシー乗って、で、まあ、道ついて、うん、でタクシーから降りて、うん、横断歩道渡ろうとしたら、うん、なんかタクシー降りてちょちょいって、なんかしかもなんか結構ルンルンだったのに、イエイついてイエイイエイみたいなイエイイエイってやった瞬間にバターンってこけて、もうなんかもう本当に伏せねみたいな、こけて、左の
もう腕が曲がんなくなっちゃってっていうか、曲がんないっていうかもう動かせないみたいな、痛すぎて、うん、まあ絶対骨折れたって思って痛い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 漫画ごけや。そう。でもなんとかバーに行ったの。一回、一回行ってみたの。そう。でも、一杯だけ頼んで、でも飲みながら、もう痛すぎて無理帰るずっと痛かったよ。そう、氷だけもらって、そう帰ったんですけど、まあ結局その次の日病院行ったら、まあ骨は折れてなくて、よかった。で、そう、ぶつけて内出血してたから、肘を。だから肘に血が溜まって、それで動かすと痛い。あ、え、でも結構じゃない血が溜まる。結構もう超パンパンに腫れてて。でもしばらくもう手上げれないし動かせないしで、まあ1週間ぐらいしたら治ったけどね、それはねもう痛いとかの、じゃない、もう大人になってこけるって痛いとかじゃなくて、もう情けなくて涙が出たもう恥ずかしい、本当にいい大人が、もう恥ずかしかった大の字で、それからちょっと道歩くとき気をつけてる。確かに、でも何もない道でつまずくときって足上がってないやろうな。そう、てかでもね、その後にまた後日同じところ行ったときに道をじっくり見たら、なんかちょっとボコってなんか、現場検証したの、ボコってなってるところがあって、いや絶対これじゃんみたいな。なんか道路のさ、あの車線の真ん中にさ、なんかちょっと盛り上がりみたいな。はい、あるじゃん。そこで多分転んだんだと思う。ああ、なるほどね。うわ、怖っ。ね、皆さんも気をつけてください。気をつけてください。危な。事件も。結構辛かったよ。それ事件やで。だから、もう、薬局で、なんか、このさ、骨折した人がつける、なんか三角の。ギプスみたいな。そうみたいな、買って、それで生活してたけど、で、その後すぐなんかグランピング友達と行く予定あって、で、サウナ付きのグランピングだったので、サウナも入れないし、プールも入れないし、それもちょっとね、ショックだった。ショックです、ね。なんかもう情けない、もう時を戻したい。最悪。最悪。時を戻したいね。ねえ。怪我だけはしたらあかんよな。でも事件、大事件で言うとそんなもんかな。怪我系よね、やっぱね。昔やった事件とかなんかある？昔、怪我の話になっちゃうけど、ずっとさ、骨折したことある？ない。あ、ない？ずっと健康？私一回だけ骨折したことあるの。骨折っていうかひびが入ったのが小学校4年生ぐらいの時かな、なんだけど、体育の授業中にね、なんか跳び箱で、跳び箱を、まあ、普通には跳べるの、足さ開いてギョーンで、でもさ、こう手の中を通らないといけない、だから手を肩幅ぐらい跳び箱幅に開いて、で足を閉じながら、あった跳ぶやつがあってさ、なんかテストされるじゃん。あ、されるされる。でね、それができなかったね。しかも怖いし、なんか怖い怖い、あれ怖いよな。なんか足すりそうで怖いじゃん。だからできなくて、どうしたらいいか分かんなくて、でもテストがあったから、もうよしかーってやって、わーって無理やり行ったら、なんかわけ分かんないことになっちゃって、なんか自分の手の上に乗っ、こけって乗っちゃって、そう、それでなんか手のひらにひび入って。衝撃的。衝撃的。痛かったと思う。まあでもずっと骨折はないけど、なんか両足捻挫したことある、一気にこれは本当わけがあって、はい、あの高校生の時に浅田真央がトリプルアクセルを成功させたみたいな時代があったの、で、まあ、JK の時ってさ無敵やねんな、ミーは無敵やってん、はい、なんか結構私は最強みたいな、浅田真央にできて、アドの前から私は最強、もう歌ってたね、そうだから浅田真央にできて、ミユにできひんことなんて100部ぐらいある、100万ぐらいあるだろう、ね、あるけど当時はできないみたいな、あるわけないみたいな、あるわけない、ないわけない、ヒエラルキー私のが上上みたいな、でトリプルアクセルを教室でするってなって、嫌な予感してきました、ね、したわけ、はい、したらさ教室ってな、しかもなんかうちの高校って、まあ、私立やったんやけど、めちゃくちゃ床綺麗ねんか、もうツルツルやねん、でなんかちょっとなんか何やろ、
こういうなんかあー目なんかちゃんと塗ってる、そうそう、サラサラの地面みたいな、うんうん、地面っていうかなんかキュッキュッみたいな、うんうんうん、しかも、まあ、ローファーで歩いてるようなとこやったから、ローファーもちょっと滑るよね、そうそうちょっと滑んねん、うん、ですごいトリプルアクセルしたわけ、うん、まあ多分実際は1回でもできてないんだけど、はい、アクセルした時に、うん、ツルッて滑って両足をくじいて、うん、立てへんくなって、はい、もう友達に両肩掴んでもらって引きずりながら保健室に連れてってもらうっていう事件があって、あれは痛かった。そりゃそうだ、あれ痛かったね、もう何も言えない号泣でも先生にどうしたみたいな、何してこうなったんだ、トリプルアクセルですって、はぁみたいな、はぁはぁやん、18歳やで、18か18歳、高校生、そうよ、意外と大人、成人してます、今だったら。成人してます、今なら。恥ずかしいね。やばいよね。恥ずかしい。あれは事件やった。あれはね。それは、結構やばかった、ね。おバカエピソード事件ですね。やばいね、うん。もう二度としてません。あ、それからは。それからもうトリプルアクセルなんで、増田真央様。練習不足。練習不足。すごいよ、うん。氷の上であんなことができるなんて。すごいですね。すごい。もうせえへんな、氷の上だからできるんだけどね、そういうこと、浅田真央はもう地面ではできないから、あ、そういうこと、うん、なんでできると思ったの、でもあの時は2回転半はしたなって思ってん、ああの感覚ね、はいはい、実際はなんか幸せですね実際はしてない、ね、うん、してないだろうね、友達に後で聞いたら、うん、全然回ってなかったねって言われてえマジで、それが唯一の怪我事件ね、うん、情けないね、情けないね、情けない、違う意味の、さっきの情けないとはまた違う意味の情けないよね、うんうん、情けなくて泣けるよ、泣け高校生の時だからね、まだね、よかったまだね、よかったけど、泣けますな、泣けますよ、でもそんなもんでよかったね、うん、なんか恥ずかしかったこととかある、恥ずかしかったこと、うん、でもね、これは今やからもう言っちゃおうかな、何言っちゃおうかな、うん、何ですか、ラジオなんで言わないと始まらないんであのね、多分昔、うん、これまだ未だに真相は解明できてないんだけど、うん、言ったことあるかな、川子に、うんうん、何だろう、小学校3、4年生ぐらいの時に、うん、1回もしかしたら同級生にノションを見られたかもしれない、それは聞いてますけどその話は大好き見られたかもしれないっていう、うん、いいの流していいの、まあまあいいよ、いいいいの、あのだってもうね、うん、もう何十年も前の話、ノションだけに流していいの、うん、いいよいいよ、野原にこんな、野原にノションもでも、うん、なんか一瞬2滴ぐらいやったしね、もう焦っていや逆に止めれたんだいやもうなんかびっくりする、汗ぐらいの、違う、なんかすごいトイレに行きたかったの、うん、で家の鍵を忘れてん、うんうんうん、で家に入られへんかって、うん、でやばいみたいな、うんうん、どうしようってなってこうトイレできるとこ探してたわけ、うんうんうん、必死に、でもなくて、うん、でも当時はもうみも必死やん、うん、そうだね、ないない、ま、ほんとさ、うん、おしっこがさ、うん、我慢できない時ってさ頭、うん、脳みそさほんとちっちゃくなんない、なんか、なる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 キューンってさ、もうそのことしか考えられないみたいな、そうで、なんかさ水の音とか聞こえたらさ、うん、余計行きたくなったりするやん、うん、でなんかめっちゃトイレ行きたくて、うん、やばいやばいやばいってなった時になんかちょっとした空間を見つけたわけ、うん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 、ここならいけるみたいな、でそれどういう空間だったの、そのまあなんか駐車場の裏みたいな、結構隠れてもないねんけど、うん、あれれれ、うん、まあでも来る なんか駐車場の裏みたいな感じだったと思う、うんうんうん、で、まあ、とにかくこのお漏らしで一番最悪なパターンって、うん、パンツもズボンも靴下も靴も全部濡れることがね、直立お漏らしが一番最悪なパターンやって、うんうん、そりゃそうだね、そう考えたわけ、うん、じゃあパンツとズボンだけは守りたいと、うん、脱ごうってなって脱いで、うん、もう潔くしゃがんでもうしちゃおうみたいな、うん、さもう10秒ぐらい、うん、10秒耐えれば、まあ後で水流せるし、じゃあ人通りも、そう、人通りもなくって、あ、じゃあ水流せるってなったわけ、うんうんうん、よしと意を決してズボン脱いでしゃがんだわけ、うん、なんかはぁと思って、うん、まあ、シャーってしてる時にパッて顔上げたら、うん、いるはずのない、うん、しかもあんま喋ったことない同級生が、うん、なんか目があったわけ、うん、なんでってなって、うん、まずなんでおるんから始まって、時止まるね、そう時止まって、もうすごいピッてお仕事止めて、
もうね、止めれたんだ、止めれたんだ、すごいすごい。そう、シャッて。あんま止めれないイメージだけど。え、そうやねん。そんだけ、緊急の時は止まっちゃう。もう止まった、うん。で、ズボンパッて履いて、うん、なんかもう何みたいな顔して、うん、めちゃくちゃ水浸しなんで、周りはな。なんか、逃げたわけ、その子は。あ、逆に、うん、はって顔することによる。え、そう、威嚇撃退して。後で水流そうと思って。それは男子、女子。男子よ。もうびっくり。よくトラウマになるよ、そんな見て。同級生の女子の。いや、だから、その真意というか、真相、うん。誰かも覚えてるわ、今。もうなんか、名乗り出てほしいわ。言って。コニシャ。いや、フルネームフルネームやめて。フルネームダメ。コニシ君。あ、そうですね。フルネーム特定しやすいからあ、でもそのね、彼は見ただけだから、その彼がした方じゃないからいいかもやばいフルネームはちょっとそうやね、そうだね、いや、あれは事件、うん、あれは一番の事件、そうだね、それはこの場を借りてごめんなさいの相手にトラウマを与えさせた、これ罪だから、公然わいせつ罪、申し訳ございませんでした。だからまだ小4でよかったよ、ほんまに、うん、小あれ何年生やろ、小234のどっかやと思うねんな、うんうんうん、いや4年生じゃないわ、2年生か3年生や、まだちっちゃいから、ちっちゃかった、うん、前の家の時やもん、うんうん、家の実家の家の近くの、なるほどね、よかったよ、それがさ、高学年だとちょっときつくなってくるけど、うん、いや、ほんまやで、ほんまやでね、あ、それは大事件でしたねっていうのが事件です。うん、いいの、こんな流していいんだいいよいいよ、もうだって自己主張、自己主張、自己主張、でも、のしょんする女ということは変わらないからね、この今はせえへんからね、今後一生もっとすごいことしてきてるから、前科があるもっとすごいことしてきてますからですって、高校の先生に復讐のために、ああもうそれ点々点みたいな、ダメです、ダメです、それはコンプライアンスに引っかかっちゃうんで衝撃事件簿だったんで今日はこれくらいにしときますか、いつかの時にことの事件も発表します、うん、そうだね、あの知りたい知りたい知りたいっていう声が100人ぐらい来たら、あのぜひとも話したい、はい、満を持して来ないでほしいなということでした。もうこれ以上話すのやめよう、多分そうね、そうね、うん、広がっていっちゃうから、そうね、はい、ということで、イモイの事件簿でしたありがとうございますありがとうございます、ということでね、また、ポッドキャスト YouTube の配信しておりますので、チャンネル登録やらやら、あと SNS のチェックやら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 、はい、よろしくお願いします、お願いします、それではまたねー。